皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋の作でございます。 F1 ニュースの時間です。ということで F1 マイアミグランプリが終わり、そしてゴールデンウィークも終わり、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日朝の通勤通学列車、非常に眠かったんじゃないでしょうか。体調の方大丈夫でしょうか。これからも F1 グランプリは続きます。ぜひ体調管理には十分お気をつけください。ということで本日もいろんな情報が入ってまいりましたので、皆様に共有させていただこうと思います。マイアミグランプリでスポットライトは当たらなかったですけども、実はやらかしていたストロール、それとは逆に角田裕毅選手にアストンマーティンへの移籍待望論が世界中で巻き起こりました。そしてなぜここまで速くなったのか、 V カーブ01アップデートの内容、そしてついに角田裕毅選手をあの名のある元 F1 王者が大絶賛したというニュースでございます。それでは具体的に見ていきましょう。とその前に、昨日の夜公開いたしましたこちらのマグヌッセンもうすぐ出場停止ですという動画、非常に多くのコメントをいただきましてありがとうございます。皆様の熱い思いをお伺いすることができて本当に嬉しかったです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ということで本日まずランスストロールに関してなんですが、実はやらかしてペナルティ10秒受けていました。ではなぜそれがあらわになっていないのかというところなんですけども、このマグヌッセンのニュースがすごすぎてですね、影に隠れた形になってしまいました。マグヌッセンにスポットライトが当たってしまって、スポットライトを免れたストロール、あんまり知られぬまま10秒ペナルティを受けて F1 マイアミグランプリで降格17位に終わっていました。では簡単に見ていきたいと思います。ランスストロール対アルボンとの走行で奇妙な懲罰、またも無得点、角田裕毅にランク10位明け渡すということで、今回のマイアミグランプリで合計7ポイントを取得した角田裕毅選手、ドライバーズランクも一気にトップチームの仲間入り、トップドライバーの仲間入りを果たし10位に昇格しました。この裏側では実はストロールのペナルティに値する走行シーンがあったということですね。今回ストロールは一体何をしたのかというところなんですけども、アルボンとサイドバイサイドで争っている時にコース外で追い抜き、アドバンテージを得たにもかかわらず順位を返上しなかったということがあったそうです。どこのセクターでどこのコーナーでコース外でオーバーテイクをして永続的なアドバンテージを得たのかは分かりませんけども、順位を返上しなさいという指令が出ていたみたいなんですが、順位を返上せずに10秒ペナルティを受け降格処分の17位に終わったそうです。昨日公開したマグヌッセンの前例のない新ペナルティ新しく追加という動画もそうなんですけども、マグヌッセンがセーフティーカー中にピットインした時のシーンとか、ストロールがアルボンをコース外でオーバーテイクしたシーンであったりとか、この両方のペナルティに関するシーンは映像を探してもなかったんですね。なので我々が見ることはできなかったんですけども、こういったペナルティが実は発生していました。おそらくマグヌッセンのペナがすごすぎてコース外でオーバーテイクして順位返上しなかったぐらいでは別にいいやろみたいな感じでニュースには出てこなかったんだと思います。しかし今回の件に関してもストロールは、後でオンボード映像を見てみるけど奇妙なペナルティのように感じるわって語ったそうですね。前回リカルドにね、脇見運転で突っ込んだ時も結局謝罪はなかったそうですね。今回もコース外でオーバーテイクしながら奇妙だ奇妙だってね、もう本当に非を認めないんですね彼は。結局アストンマーティンのマシン AMR24 はマイアミグランプリではアロンソともに不調気味ではあったんですけども、それでもストロールより後方の15番手からスタートしたアロンソはバーチャルセーフティーカーの利を得たとはいえ、コース上でも堅実にオーバーテイクを決めて9位フィニッシュによって今季前線入賞記録を維持しているんですよね。再来年にホンダワークスとなるチームの貴重なシートの一つを手にする可能性があるドライバーにとって、この状況がそれに足るかといえば不十分でしょう。スプリントを含めた今季これまでの8レースでストロールが得点を得たのはたったの2レースに過ぎません。ペナルティがなければ13位で終わっていたはずのレースを経て、ストロールは7位入賞を果たした角田裕毅選手にドライバーズランキング10位の座を明け渡しました。まあ、会場にいた父であるチームオーナーのローレンス・ストロールはこの日の息子のレースをどう見たんでしょうかね。ストロールにとって唯一幸運だったのはケビン・マグヌッセンが2日連続で違反裁定を受けたことで自身にスポットライトが当たらなかったことだろうかというところなんですけども、実際そうでしょうね。スポットライトが当たっていたらさらに世界がストロールをなんとかしろってこうね、いろいろと紛糾していたかもしれません。こういったニュースを受けて世界中がさらに沸き始めました。今季のドライバーズランキングでもトップ10入りした角田裕毅選手、上位5チームとは依然としてマシンの性能差が多い状況での快進撃に海外ファンは称賛。2026年からホンダとタッグを組むアストンマーティンへの早期移籍を待望する声が続出しています。
これすごいと思いませんか。角田裕毅選手アストンマーティン移籍待望論、誰もレッドブル移籍やどうのこうのって言わなくなったんですよ。これ不思議ですよね。レッドブル移籍やどうのこうのってずっと言ってたじゃないですか。ネットニュースでもレッドブル移籍近づく、なんちゃらかんちゃら、ヘルムートマルコがどうのこうのっていうニュースがいっぱいだったのに、今誰も言わなくなったんですよね。いつ頃から言わなくなったんでしょうか。エイドリアン・ニューウェイがレッドブルを去るっていうニュース以降全然言わなくなりましたよね。SNS 上では2026年に角田裕毅選手とアロンソがアストンで歴史を作るんだとか、 F1 チャンピオンシップで角田裕毅選手がストロールに先行しているホンダ見てるかとか、いろんなコメントが出ています。角田裕毅選手がアストンマーティンに移籍して将来的に優勝争いを熱望する声が出ているということですね。今回のランスストロール今季低迷しています。前世の中国グランプリではボンミスと逆ギレ騒動を起こして大批判を浴び、そして今回のマイアミグランプリでも17位とダメダメぶりは相変わらずと、角田選手との交代論がますます加速していきそうだということなので、まあ、これから本当にどうなるか分かりませんけども、まあやっぱりね、自分の息子を嫌いやろう、そう簡単にはね。でもだからこそランスストロールは本当はね、 F1 ドライバーの器ではないんだと思いますよ。お金の力で今シートをゲットしてて、ずっと万年契約じゃないですか。万年更新、契約更新、自分のシートは一生安泰なんてね。ただ2025年末までにはどうなるかは分かりませんよね。ですので今2025年の F1 チームのシートが少しずつ埋まってきているこの状況の中、角田裕毅選手には最低でも2026年にはアストンマーティンに移籍していただきたいとなると、やっぱりあと1年は RB に残留になるんでしょうかね。でも今の成績だったら少なくとも残留は規定路線だと思っているんですけどね。もちろん角田選手がアストンマーティンに行ければいいですけども、先ほど申し上げましたが、なんだかんだ言って相手はオーナーの息子ですよね。お父さんが息子を切るのはなかなか難しいかなと。でも今後もストロールよりも明らかに上というところをずっと見せつけて、世間のバッシングがもっともっと大きくなれば可能性はゼロではないかもしれません。ローレンス・ストロールの本音としては、投資の対象であるチームの価値を上げてくれるドライバーは何としてでも欲しいというのが正直なところだとは思います。ですので角田選手は素晴らしい結果を残すことに集中するしかないですよね。さあ、ということで今回マイアミグランプリで新たに空力関係のアップデートを実施した RB の V カーブ01、マイアミに持ち込んだのは新型フロアボディとディフューザーでした。おさらいなんですが、この RB の V カーブ01は特に低速域が速いマシンなんです。長いストレートの立ち上がりで後続を寄せつけませんでした。そのためリカルドもスプリントレースでフェラーリを抑え込むことができました。それに加えて V カーブ01のリアカウルの上の排熱ルーバーは最小限の数に絞られていました。気温30度の暑さの中で作動温度領域を上げた今季型パワーユニットのアドバンテージを最大限に使い切り、新型フロアボディとディフューザーを投入したことで、より空力的なメリットをマシンにもたらしただけでなく、集団の中で走行するレース中も温度上昇によるパワーダウンの必要性に迫られることがなかったそうなんですね。レースペースも非常に良かった RB のマシン、実はアップデートが最大限に効いていたということになります。いや、ほんと去年のアルファタウリとは全然違いますね。戦略もそしてマシンの性能もほんと素晴らしい。まだまだね、5月ですけども、まだシーズン12月まで長いですけど、これからどんどんアップデートを投入して素晴らしいマシンを作っていってほしいですよね。今後もおそらく角田裕毅選手寄りのマシンになると思いますので、ぜひ RB の皆さんよろしくお願いします。そして最後になりますけども、私今回一番嬉しかったことがあるんですよ。今まで元 F1 ドライバーの誰々が角田裕毅を絶賛しているとか批判しているとか、なんかいろんなニュースが過去ありました。でもそんなに有名じゃない選手であったりとか、そんなに勝利したことない選手が批判してたりとか、いやお前が何言うねんみたいなコメント欄もね、そんな感じのコメントでいっぱいだったんですけども、今回は誰も文句ないでしょ。今回はあの1996年の F1 世界王者であるデイモン・ヒルが角田裕毅選手を大絶賛しているということで、今回トップ5チームに割って入った角田選手に対して各方面から高評価が下されております。そして F1 世界王者であるデイモン・ヒルは自身の SNS で、角田選手は本当に素晴らしい仕事をやり遂げた、彼は確実にステップアップしていると、マイアミでのパフォーマンスと今季の成長ぶりを絶賛しているということで、
マイアミグランプリが始まった金曜日はどうした角田裕樹というねニュースでいっぱいだったんですけども、やっぱりこういった感じで一転すれば角田裕樹選手の実力が認められたということで世界中が称賛するんですね。世界中で人気がある角田裕樹選手、本当に素晴らしいですよね。ということで今回はですね、マイアミグランプリで起こったことをすべてまとめて皆様にお話しさせていただきましたけども、次のエミリアロマーニャグランプリ、今から楽しみで仕方ありません。やっぱり F1 がある週末ってテンション上がります。今週末特に何もないんですよ、どうしましょう本当に。さあということで次回また F1 の最新ニュースが入り次第皆様に共有させていただきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋のサクでした。